仙台藩主伊達家家臣の末裔と言われているおみつ。まあこの暑さに参ってしまったのですね。涼しい宮城へお連れいたしましょう。おみつの使命、それは家臣の末裔として殿方に涼しいおもてなしをすること。宮城行っちゃう。こちらですよ。はい、ふっくり膨らんだずんだだだだずん肉汁とろっとろ牛のしだだだ牛のし。え、おかわり？もう欲しがりなんですから。気持ちいい。450歳おめでとうございます。胸に浴場涼しい。あ、亀さん、上乗ってもいいですか？気持ちいいですか？涼しいですか？あ、あれは宮城からのお土産かもしれません。涼しげで素敵。宮城の玉手箱にはこんな効果もあるらしい。めでたしめでたし。夏でも涼しい仙台宮城の旅、両宮城の夏。お待ちしております。あという間に行けちゃう両宮城。